してみて。うん、これで決まりね。お姫様みたいだよ、ノア。ありがとう、みんな。あとはヘアスタイルね。それで初めてのヤングブイロガーアワーズに行く準備完了ね。本当にあのショーに行けるなんて信じられない。いや、ノアは素晴らしいから当たり前か。でもこれってとてつもないことよ、ノア。本当、私も行きたいわ。みんなも一緒に来てほしいな。みんなの分のチケットもあればよかったんだけど。でもVIPチケットよ。憧れの人たちに会えるんだから、私たちの心配はしないで大丈夫。うん、私はポップコーン食べながらテレビで授賞式を見るのが楽しみよ。それね、その方が最新ファッションの情報を取り入れられるし。そうね。ん？あれは何？サリン、あなたが描いたの？そう、スタジオに飾ろうと思って今途中なの。綺麗。気をつけて、絵の具がまだ乾いて。うわないの。ノア、ごめんなさい。こんな状態で置かなきゃよかった。大丈夫よ、サリー。あなたのせいじゃないわ。本当に私が悪いの。赤っ端ね。なんとかしよう。1時間後にショーなんだよ。十分よ。サリーとウィローがいればすぐに新しいドレスを用意できるわ。ノア、2人がドレスを準備してる間にヘアスタイルを決めて。グラマラスでドラマチックな感じがいいと思う。私は靴とアクセを取ってくる。みんなで頑張ろう。終わり。オッケー、ノアの出番よ。とても綺麗。髪を下ろしてみて。わお。どう？うん、アクセサリーもつけよう。これなんかもいいかも。パーフェクト。でもう行かないと遅れちゃうよ。本当にありがとう。みんながいてすっごく助かった。みんな大好きよ。これも結構いい感じじゃない？ほら、授賞式を見に行こうよ。どうしたの？忘れ物？みんなよ、私のVIPがいないと意味がないわ。ポップコーンを作る時間はまだあるよね、サニー。ええ、彼女のドレス素敵ね。でも私の方が決まってる。もちろんよ。